めげないしょげない YSY 今日はこっちじゃないよ、今日はこっちだよ、やるよ。いやー、ついにこの時が来たか。ずっとねチケット貯めてたんですよ。勧誘チケット35枚、3連が 4枚、11連5枚で、ラブカストーン229個、というわけでね、まあ計算したらね最大で151回回せるということが分かりました。で、まあ200届かないんでね、151回しても出なかったら課金します。あの、課金せずに引きますよ俺は。ほのかちゃん、まずはお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。いやー、ミューズはほのかちゃん推しなんです。でね、この日のために俺はユニットスマイル一枠開けてました。なのでここでお出迎えしてユニット入りさせようという、まあ逆に言えば200回せば確実に手に入るっていうね、天井がありますので、まあそういう意味では気は楽かなという感じですね。はい、というわけでね、やっていきましょう。で、俺は単発で羽演出見たいんだよ。勧誘チケット35枚、こっから行く、こっから行く、むしろこれで終わらせたい。はい、で、この限定のほのかちゃんの UR が出た時点で、1回で出たとしてもそこで終わりにします。めげないしょげない YSY お願いします。はい、おお、出だしいいぞ。ほのかちゃんのパン天使になるんだ、パンが羽になるんだ。もうここからサクサクいこう。やばいでしょ。え、何回これ。うわー、50%。演出は見れた、8回で引いた。めげないよ、やるっつったんだからやるよ。でこれで最後まで残ったらやだよねっていう、それは本当に避けたいところ。うわ、50引けてれば終わってたのに、つらっ。お、SSR だ。テニス来ましたね。爽やかなほのかちゃん、かわいいっすね。はい、まあこんな調子でね、どんどん行きたいと思います。めーど、まあ特に何もなく終わりましたね。肝心な 50% が引けないっていうね。いや、これ逆に引けてたらやばかったよ。あー、サムネ神引きにしたかったのにな。3連勧誘チケット4枚あるんで、こちら行きたいと思います。さあ行きましょう。めげないしょげない YSY お願いします。さあ、ロードも入らないね。ロードも入らない。うわー。R、R、R。お願いします。来たよー。来いよー。SR です。かわいん。ニュー。新規でした。さあ、あと2回。行きましょう。めげないしょげない YSY お願いします。さあ、どうかなー。ロード入ると。SSR 来た。おお、いい、新規出るね。やるときやるけど、やんないときやんないからね俺、勧誘だから新規出るんだよ。そりゃそりゃ出るわ。はい、行きましょう。ラスト3連お願いします。無限ないしがないわ、お願いします。さあ、止めよう。ロードないっていうね。あるだよ。はーい、11連チケット5枚あるんで、もうここで出てほしい。ラブカストーンに手は出したくない。やだ。やだ、俺は。俺はここで決める。行く。やる。お願い、頼むよ、ほのかちゃん。本当に。頼むよ。
俺推しだからね君。お願いします、メガネしかないワイスワイ、お願いします、気持ちいい、入ったよ、あっあっ、確定、いやー願い届いたね、思いが一つになりましたね、あーありがとうございます、あーよかった、いや強いってこれ、神引きにしたいぐらいだけど、まあちょっと神まではちょっといかない、千人ぐらいかな、多分千人引きみたいな、あーざっす、あーめっちゃ輝いてる、もうもうなんかすげえ、なんかね安心感がやばいんだよね、いや嬉しいのもあるけど、なんかすごい安心感がね強いっす、結果58枚引いて UR2 枚引いてます、いややばいでしょ、神まではいかなくてもこれ千人ぐらいあるよ、ありがとうございます、というわけでね、せっかくなんでまあユニットに入れましょう、はい、というわけでまあ一応ね、ミューズアクアちょっと混ざってはいるんだけど、2年生スマイル全員覚醒で揃いました、毎回さドブってさね、慰めの高評価よりふざけんなこいつの低評価の方が俺はいいっすよ、だって結果いいんだもん、夏生まれだから、夏が来るとほのかの季節が来たって感じがするの、毎日がお誕生日だったらいいのに、俺は夏嫌いだよ、だって暑いもん、俺汗かくし肌弱いんで、課題達成まで全身あるの、ダメなんですよ本当に、本当ダメなんです、汗じゃない汗もダメだけど夏ダメなんですよ、危険マジで、はい寝ちゃったほのかちゃん先に寝ちゃったよ、はい、というわけでね、もう無事引けましたので、もう俺は寝ます、あと編集があるんで、もう誕生日までに編集して投稿する、あとはもうみんなに見てもらう、もう本当にそれだけ、というわけで最後までご視聴ありがとうございました、チャンネル登録コメントグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします、では次回の動画でまたお会いしましょう、じゃあ。